ど、なるほど。とは言いながらさ、乗っ取ってものすごく大事だから、ここは人間と魚をつなぐ唯一のパーツなんで、そうですね、ラインっていうのはそこでやっぱりその、かけた魚はあしっかり取りたい。で切れちゃうとやっぱりね、ルアーなり何なりが海のゴミとかしちゃうから、乗っ取ってすごく重要だなと思ってるんだけど、だ唯一かなり何度も真剣に教えてもらったのが、あの FG ノットの海の親の元四つ波の志田さん。あ、うん、次々新しい考え方が出るたびに彼に教えてもらってたんだけど、今日せっかくこうやってクユー君来てくれてるので、あんまり深いところまで入らずに浅く広く、はい、昨日今日始めた人でもこう理解できるような教え方であり、なおかつこの肝だけは絶対押さえておいた方がいいよ、ノットの理屈としてここだけは絶対に知っておいた方がいいよ的なねことで、ちょっと皆さんに説明してもらえたらな。あのノットの種類って、そのいわゆるその一般のアングラーさん、うん、ソルト含めて餌も含めてね、うん、例えばその釣り火がで使うノットっていうのは、うん、もう300種類以上世界中で作られてるんですね、うんうん、餌の方も含めると、うん、片手の50種類ぐらいはあるはずなんですね、大体軽くあるだろうね、仕事とかね、で、うん、その中でそのじゃあソルトの人たちが使うものっていうのは、うん、もう先ほど言った4種類のノット、うん、ピーとモノフィラ、うん、モノフィラ同士で、うん、モノフィラと針、うん、ね、うん、っていう感じのものの、うん、部分が出てくると思うんで、それの中の代表的なものを、うん、じゃあ今回、お見せできればなっていう感じにしたいと思います。すべての共通項があるわけ、つまり本来そのライン同士が持ってる強度を落とすような結び方しちゃってる人をよく見かける。あ、うん、まあそうですね、ね、だからまあその辺のことを含めて、じゃあ今からちょっと具体的に、モノフィラの結び方をちょっとこの P の色があるんでこれで結びましょうか、見えるんで多分。まずモノフィラ同士、モノフィラ同士っていうかモノフィラと、異素材、例えば針だったりサルカン、いわゆるスナップだったりとか。じゃあまずはこれスナップでも何でもいいよね、サルカン。そうです、そうです、うん、まあ、いわゆる針でもいいですし、うん、スナップでもいいですし、はい、これにいい、まあ、今見えやすいように色のついた P ライン使ってるけど、これをナイロンでもフロールでも、ね、モノフィラメントだと思って見てください。はい、じゃあそこからまず代表的なのがクリンチノットって言われる、ね、クリンチノット、はい、これをぐるぐると回します。4回から5回で、ここで肝なのが、大体そうですね、2号から上は、5回以上、5、6回巻いた方がいいと思います。で、逆に細い糸、4ポンドですとかそういった糸は、回数を4回にしてください。ほうほう、なんで？あの弱くなります、単純に。あ、4回以上巻くと弱く、細いやつっていうのは巻きすぎるとどうしても強度下がることが多いんで。へー。で、これがいわゆる巻いてからできたここの手元の穴、はい、ここに通してあげる。ここで締めるのがクリンチノットと言われるタイプです。はい。で、よくこの変形タイプがありまして、ここのできた穴、ここにもう一個できますよね、穴が、うん、ここにもう一度くぐすタイプ。なるほど。くぐし戻すってやつですね、うんうん、これでインプルーブドクリンチノットって言われるもう一つ新しい方のインプルーブドね、ええ、で、できればクリンチノットの場合はインプルーブドって言ってこういうふうに戻してあげた方が多少強度が上がるんで、こっちの方がいいと思います。ほう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 。あとはこれを締めるんですが、締める時のコツがありまして、当然ここは濡らしてください、うん、で、中にはまあね、釣りで潔癖症の方あまりいないと思うんですけど、潔癖症の方であまり唾とか使いたくないっていうんであれば、海水に浸すなり水に浸すなり、もしくはこういったベビーワセリン、ワセリンってタイプですね、これは僕が実際釣りで使ってるやつなんですけど、
こういうワセリンを使ってここに取ってあげて、このすげえ、ここまでやるんだ。任さってる部分に塗ってあげる。でゆっくりと締めて、で軽くこう締まりますよね、うん、その段階でメインラインを引っ張ってあげてください。でこの時によくやる失敗が、あのツバでやる人が多いんですけど、ここだけ濡らすだけなんですよ。ほうほうほう。でこのメインラインも濡らしてあげないと、ここが引っ張るっていうことはここに摩擦がかかってるってことなんで、うんうんうん、ここも濡らしてあげて手元まで引っ張ってあげる、うん、でこのエンドまで来たら視線を引っ張るってことですね、うん、視線を軽く引っ張ってあげて、また少し隙間ができます。でまた引っ張ってあげる。でまたこのメインラインを保持したまま視線を引っ張ってあげる。で最終的に本締めに入るんですが、ここで、よく、やられる方が多いのが一気にギュッて締めてしまう、うんうんうん、これをするともうこの段階でここの強度が下がります、うん、実際に何パーセントっていう段階で下がってしまいますんで、締めるときはゆっくりとじわじわとギューッと力を入れて締める、うんうんうん、で、最終的に本当にノットを強くした場合、これはどの、ノットも一緒なんですが、締めますよね、うん、締めたまま、だいたい7割ぐらいの力で30秒から40秒ほど保持してください。これ基本だからね、みんな増し締めしてください。うん、ある程度のテンションでギューッと締めて2、30秒保持しないと本来の強度出ないのよ。ギューッと締めて終わりじゃダメだよね。そうですね。だいたいどのノットも共通じゃない、そこ、全部そうです。ノットは基本的にその増し締めの時にきちっとこう最後に本締めしてあげる時に保持してあげた方が絶対いいです。うんうん。特にこれ皆さんびっくりするんですけど、最近のナイロンライン、うん、昔と違ってものすごく摩擦係数低いんですよ。おー、下手をするとフロロより滑ります。おー、なので中途半端な実は結び方をするとすっぽ抜き起こします。へー。要は滑りが良いんで、締めたつもりが締め切ってなくて緩んだ瞬間にスポッと外れてしまってポロッと抜けてしまう。なるほど。ええ、なので、ナイロンの場合は特に余計に本締めをきちっとしてあげないと強度が出ないと思います。これがインプルーブドクリンチノットです。クリンチノットのインプルーブドね。はい、まあ、出来上がりです。あとはあんまり糸をカットして、そうです、ここでこの部分を、そのあんまりをカットするとき何か注意事項あるの？あんまりギリギリまでカットしない方がいいです。 2,3 ミリは最低でも余してあげるってことですね。 2,3 ミリは残してやる。ええ、これくらい。そうですね。ただし本締めに自信がない方、あ、そっからさっきギッと出ちゃった、ね、2,3 ミリ残したつもりがなくなっちゃったりするからね。そうです。だから本締めに自信がない方は、1センチなり2センチなりヒゲ残し、ヒゲ残しをした方が少しはすっぽ抜けがあれします。なるほど。で、これがインプルーブドクリンチノットっていう一つ目のシングルノットです。でもう一つがシングルノットで普通に使われる、普遍的に皆さんが使ってるやり方はユニノットってやつですね。日本名でいうと電車結びの片割れになります。はい、はい。これも同じように I に、はい、糸を通します。はい。で、ダブルラインにしたら折り返します。ほう。でここに輪っかができますね、はい、この状態で、うん、でここに、4回ほど通します。これも先ほどのインプルーブドクリンチノットと一緒で、細い糸は3回ぐらいがいいと思います。内掛けね。ええ、で、太い糸は4回ほど、うん、太い糸でも4回ぐらい、4回、細い糸だったら3回ぐらいでいいんだ。そうです、3回ぐらいで十分だと思います。でこれをあとはまた締めていきます。はい。でその時に、まあ、今回も先ほど取ったんであれですけど、ワセリンをつけるなりツバをつけるなり、ここを濡らしてあげるってことですね、うん、で
当然こっち側の滑らすメインラインの方も濡らしてあげる、はい、でそこが重要、ええ、で軽く締めてあげて、うん、ゆっくりと摩擦熱が出ないようにこちら側に持っていきます。はい、でここまで持ってきたら本線と支線を一度持って締めます。軽く、あそこ重要だな、ええ、そこもきちっとで結び目をきれいにします。どの結びもそうなんですけどノットもそうなんですけど、自分が見て見た目が汚いと思ったら結び直した方がいいです。結び目が汚いと大体強度落ちてるよね、はい、ちょっとでも気に食わないとかあれなんか変だぞというふうに思った結びはノットは全て今まで自分が使ってたノットよりは強度が落ちますんで必ず、うん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 、なのでそれは結び替えてください。でもちろんこのまま今これ綺麗になってるのが見えたんで本締めに入ります。であとはゆっくり持ってってあとはこれをまた先ほどと同じようにギューッと絞る。一度また視線を締めてあげます。で最後にまた本線を締めてあげてこれを30秒から40秒また保持します。でこの状態でユニノットって言われるノットの完成です。この余り糸をまあ自信がない方はそうですねこのぐらい残してあげる。こんな感じで、でこれは邪道ですけど実はここに切る前に一つ結び一回してもいいです。はあ、はあ、そうすると抜け防止になります。うん、エンドノットみたいな形で、ね、そうです。一つ結びピッとして玉結びをしてあげてひげを切ってあげると万が一、うん、あエンドノットというよりコブ作るってことね。抜けない抜け防止、抜け防止に、うん、それで抜け防止になるかと。よく抜けやすい人はコブ作っとけると、そうです。それじゃあ3つ目、ハングズマンノットって言われる、はい、よく皆さんがやるタイプのまたこれも1つですねのシングルノットを、ご紹介したいと思います。通したところから視線の方の糸を人差し指に引っ掛けます。いわゆるこう M 字型になるところですね。その状態からこの視線の方に端糸の方にこれを3、4、5回ほどこのように巻きつけます。でこの状態で上に穴が一つできます。ここに、最初の段階1本でしたけど少し大きめに取っておくと2本入れれます。この状態でこの視線を挟んでしまいます。この状態こういう状態、はい、で指先をそのまま手前に引っ張ってしまうと愛に穴に端糸が通りますんで、うん、これでハングズマンノットのほぼ完成です。この状態でまたここは濡らしてくださいね。ワセリンを塗るなりつばでつけるなり少しでも摩擦熱を発生しないように上がらないようにしてしまいます。これ僕ジュゲートもするときはほとんどハングズマンなんだよね。クルクルノットって言ってるけどこれって強度はどうなの？ハングズマンいいですよ。先ほどのインプルーブド、それからユニノット、うん、最初に紹介したノット2つよりは、ちゃんと結べば強度は出ます。おお、なるほど。簡単でおすすめ、簡単でおすすめですね。仮締めをして結び目を見てちゃんと綺麗になってるかどうかを確認したらここまで持ってきますね。でこの状態で、刃に加えてしまいます。でギューッと締めてあげて締まったらあとは本線をまた締めてあげる。でこれを30秒ほど、また常に30秒保持で、ええ、うん、で完成です。この状態ですね。じゃあ次は、糸と糸の結び方をご紹介したいと思います。最初は、そうですね、またこれPE で代用しちゃいますけど、モノフィラ同士の結び方、いわゆるこういったフロロですとか、今ちょっとここにはないですけど、ナイロンラインの同士の結び方ですね、を、ご紹介したいと思います。
1つ目は、簡単で、先ほどの、このスナップ刀を使った時の結び方でユニノットと言われたものを、両方で結んでしまう結び方です。通称日本では電車結びって言われるタイプです。これリーダー側、メインライン側を2本重ねてしまいます。で、1個ずつやるんですが、片方をまた折り返して、先ほどと同じようにこの穴に1回、2回、これも細い糸だったら3、4回でいいってこと？そうです、うん、3回、まあ今回ちょっとあれなんで3回にしときますね。で、これを多すぎるとやっぱり強度が逆に落ちちゃうと。そうですね、はい、軽くこう締めておきます、はい、で、ひっくり返して、僕右利きなんでこっち方向でできないんで、またひっくり返して、はい、メインラインの方も同じように先っぽをユニノットしてしまいます。はい、これね、今ちょっとこうケチって短いですけど、長めにした方が結びやすいですからね、はい、で結びました。これも、各自こうワセリン等を濡らすとしてください。で、軽く仮締めします。これでお互いにこういうような状態でユニノット同士が出来上がりました。これを連結するんで電車ノット、電車結びって言うんですけど、ね、皆さんご存知のっていうか一番初歩で覚えていく、ね、糸と糸ので、これをスライドさせて、当然ここも濡らしてくださいね、最初から。で、ゆっくり合わせて、でぶつかったらあとは先ほどと同じです。ノットは全て一緒です。本締めします。で、出来上がりです。ここも端糸を切ってください。これで電車結びの出来上がりです。これもさ、ある種ほぼほぼ誰でも知ってる電車結びなんだけど、はい、肝はやっぱりその本締めした時の保持と、濡らすことですね。濡らすことと、あとは、肝は3つありまして、そういう意味で言うと賀来さんもご存知の、本締め、それから濡らすこと、うん、まあこれいわゆる摩擦熱を発生させないということですね、うんうん、濡らす、もしくはこういうワセリンを使って滑らす、はい、で、もう一つはギュッと締めない。ほう、これどのノットも共通です。一気にガンってやっぱりやる方、瞬間的にこう力をギュッて締めちゃう方がいるんですよ、うん、これって本当にノット共通で良くないです、ダメです、うんうん、なのでもう徐々に締め上げてください。はい、じゃあ次は何行きましょう。トリプルサージャントっていう結び方ですね、うん、これも、簡単で早くて強いです。で、僕なんかも時々それやるんだけど、はい、主に例えばアニングなんかするときにさ、はい、エステルライン使うことが多いんだよ最近はね、深いとこなんかで軽いもの入れると特に、で、メインラインのポリエステルにリーダーをフロルをつなぐときなんかに非常に向いてるっていう認識が僕の中にあるんだけど、そうですね、その辺をちょっと説明しながら、トリプルサージャントの場合もう一ついいのが、異形化素材、異形素材、いわゆるそのメインラインが特にアジングなんか細いじゃないですか、はい、にちょっと太めのリーダーつけたい、口異形って形が違うってことね、はい、で結ぶときに、うん、実はただシングル同士でトリプルサージャントをすると結構衝撃に弱かったりするんですよ、プツンと、うん、なので、その場合は折り返して、細い方だけ折り返して同じことをしてください。はい、じゃあ早速、今回はとりあえず1本ずつのまんまでお見せいたします。はい、普通にライン同士を重ねます。で、ここにまた輪っかを作ります。こういう状態ですね。
ここにこのリーダー、これがリーダーだとします。リーダー側です、うん、単純にこの輪っかに3回通すだけです。これを締めるだけなんですけど、ここでポイントが一つ、よくここの部分のヒゲ、視線ありますよね、メインラインの、うん、これメインライン側のヒゲなんで、端っこなんで、ここが短い時があるんですよ、うんうん、そうすると実は通ってるようで通ってなくて、これだけ通してる時があります。なのでそれだけは気をつけてください。結構な時に見てるとやらかしてる人がいるんで、こっち側は短くていいです、持つだけなんで、こっち側を長くしてください、うん、そうすると通しやすいですし、ちゃんと回数通ります、うん、でトリプルなんで3回輪っかに通します、うん、あとはこれを濡らして締めていくだけです。この状態でギューで、あとは本締めを、当然ここの端糸同士も締めます。これはメインライン同士でギュー、うん、視線同士、リーダー同士を持ってギュッ、で最後にまた本線を持ってギュッと30秒ほど保持で、トリプルサージャントの出来上がりです。じゃあ次はPE とさ、はい、フロールなりナイロンなりのリーダーとの結束方法をね、いくつか説明してください、でちょっと僕の方からリクエストがあるんだけど、はい、まあアジメバルのライトゲーマーのお客さんが多いと思うの、ええ、見てくださってるのがね、はい、うん、その時に、摩擦系のノットってはっきり言ってめんどくさいよね。練習必要だしね。僕なんかよく言うんだけど、FG ノットは最初の練習の時に連続30回やめなさいよと、手がこう動くようになるまでね、結構時間かかるもんで、はいはいはい、でその FG はまあ後で説明してもらうとして、FG じゃない摩擦系ノットじゃない簡単な、PE とリーダーの直接説明、いわゆるトップガイドからそのリーダーを出した状態でのキャストのやつっていうことですね。あ、そこだから2種類あるよね、ロングリーダーでガイド全部通す組み方とショートリーダーの場合と、両方あると思うので、まずはじゃあショートリーダー、ショートリーダーでノットをガイドで通さない場合で、はい、手早く簡単にできる結び方、はい、ね、それからいきましょう。強度はそうでもないですけど、その本当にもう時間がなく目の前でこうバタバタやってるのに切れちゃったっていう時は、先ほども紹介したもの同士の、トリプルサージャントノット、トリプルサージャントでも構わない、構わないです、ただし抜けないと、やはりその摩擦系、いわゆる強度をどうなのって考えると、摩擦系から比べると弱いは弱いです、うん、非常用ですね、もうね、破断強度じゃなくて、ええ、PE とモノフィラメントをノットする場合に一番怖いのはすっぽ抜けですよ、はい、素材が違うからずるずると、その時は PE 側のヒゲを少し伸ばしてください。でさっきの玉結びをしちゃうんです。トリプルサージェントで、結んでこのヒゲにヒゲに玉作って、玉も作って下の方にキュッとこうやってしとくやると抜けなくて済むというね、はい、じゃあトリプルサージェントはさっき見てもらったので、その応用もできますよということで、じゃあそれ以外で何か、じゃあ、トリプルサージェント以外に何かっていうふうに今拡散の方からリクエストがあったので、まあいわゆる、オルブライトノットっていうオルブライト、懐かしいと思います。僕ら、そこから覚えた、古い人間は多分こういうのが、うん、懐かしくなるんですけど、変形するとファイアーノットって言われるタイプになりますが、いわゆるオルブライトノットを教えておきます。はい、それ今どうやってんの、まずリーダーに対して折り返してこういう状態になりますね、ワッカーできるっていう、はい、でここに PE を通します。
下から輪っかに対して、でこれを少し長めに取りますね、はい、でこの P あのモノフィラリーダーに対してあ、まあ、お持ち帰ってこう巻きつけていきます、これを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回ぐらい、まあこれも、基本はその PE の太さによって回数が変わってきちゃったりするんですけど、まあ大体10回ぐらい巻きつけてもらえれば大丈夫だと思います、うん、で、これをこの穴にまた通し直すんですが、この時に僕は今このメインの方の元糸の方は下から入ってますよね、うん、なのでこれを今度は下から出して上に上げてしまいます、要はここをクロスしてあげるって感じですね。この状態であとは締めるんですが、ここもまた濡らしてあげて、最初にある程度ここまでずらしてあげます、うん、でここ基本ですよ、この部分が汚くなってたり、もう巻きつけてるやつがこう重なったりする、重なったらアウトです、ね、アウトです。なので、FG、でもこの段階で何でもそうです、あの摩擦系もそうですけど、うん、ここが重ならないよ、重なってないっていうのを確認してから締めていきます。最初はこの2本同士持ってギュッて締めます。で最後はまたこれも本締めです。メインライン同士持って締めて保持して終了です。はい、これがオルブライトノットってやつですね。あとはこれをカットして出来上がりなんですが、まあこれも先ほどのトリプルサージャンと一緒で、ここの部分が大きいんですよ、やはりコブが ね、でなおかつオルブライトの場合はこの端糸がこう逆側に折り返されてしまうんで、うん、ガイドの中に入ってしまうとこれが引っかかって投げる時にカツカツン、あの下手をするとロッド折れたりするんで、あの絶対この場合はあのガイドの中に巻き込まないようなキャストをした方がいいと思います。正しいトリプルサージェントより明らかに強度がこっちの方があります、強いよね、はい、だから寝あのドラグを出せない釣りで寝魚やる時なんかは割合必要だね。そうですね、アジメバルだったらトリプルサージェントでいいけども、ちょっと強い釣りしたい時でなおかつ、ノット部をガイドに通さなくてもやれる釣りの時におすすめの強度のあるノットということですね。そうですね。じゃああのね、最近やっぱり、小径ガイドも多い、特に僕たちライトゲーマーはね、そうですね、極小ガイドも多いので、はい、あのなんといっても必須の FG ノットの説明してほしいんですけど、はい、FG ノットのやり方ってネットでたくさん上がってるの、ね、たくさん上がってる、それを見てもらっていろんな人のやり方が自分に手に合うかどうかっていう問題もあるから、そこら辺も見てほしいんだけど、今日今から僕クヨ君にお願いしたいのは、あの風の吹く中とかね、現場で FG 編む時に、はい、やりやすいクヨ君なりの方法が多分あると思うんだ。そうですね、そこを今日はちょっとやってもらえたらなと、はい、分かりました。FG って大きく分けてやり方4つあるんですよ。要は、手で編む場合と、うん、違う場合とで、もちろんそれを編み紙の方法が、よく皆さんが昔からやってるこの指で巻きつけて指で巻き、ま、編み込むパターンと T 側で編み込むパターンと、このリーダー側こちらで編み込むパターンで変わってくるんですけど、基本現場でその FG を組むときに一番の敵というのは、今賀来さんがおっしゃった通り、あの風なんですよ。風って
この状態で PE って軽いじゃないですか。ましてや FG、なんでしょう、アジングとかメバリングで使うような細い PE っていうのは、すぐこうピロ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 、たなびいちゃって、イラッとしちゃうんですけど、今ちょっと、ものはないんですが、PE を張った状態にしてやるやり方ですね。それをご紹介したいと思います。これ、リールとしてください。で、ロッドに糸が通ってるとしてください。で、その端糸がここだとします。で、まず最初にやるのが、先っぽを乳輪で結んでください。こういう乳輪結びしちゃいます。はい。で、これを、どうするかっていうと、リールのフットの部分に引っ掛けてあげます。この状態でこういうリールフットありますよね、うん、これに対してこう引っ掛けてあげます。うん、でドラグで調整して張ってあげます。で引っ張った時にドラグから糸を出るような感じにしてくださいね。ここ張りすぎちゃうと、ドラグ締めすぎちゃうと竿折れちゃうんで気をつけてください。でこの状態にしたら、大体のおかっぱりのアングラさんってそのバッカンとかでロッドキーパーがついてると思います。なのでそこにぶっ刺してロッドをこういう立ててしまうと、一応まあ見た目上は現場でいうとこういう状態に PE が竿の先からそういうふうに上がってきてね、ええ、はい、ごめんなさいね、逆です。まあ竿先側、リール側としてちょっと今ないんで、こういう張った状態を仮定してやっていきます。でここ乳輪になってます。ここから上の部分、この部分巻き込むところ、できればちゃんと濡らしてあげてください。こういうワセリンとかで編み込むところを保護するためにワセリンを塗ってます。でこの状態でリーダーを手に持ちます。ここちゃんと保持してくださいね。ロックかけてください。引っ張っても抜けないように。この状態にして下から当てます。十字にしますね、こういうふうに。で、まあこれ竿先側ですけど、竿先側の方、上から持ってきて、この端糸を下にくぐして、こういうような状態になります。で、これも同じように下側を今度上から通して、下側から抜いてあげる。そうすると、こういうような編み込みになります。これで実は FG の編み込み、往復で1回分になるんですよ。これをテンションをかけてあるんで、半分仮締め状態で編み込んでいきます。その時にこの右手の親指と人差し指で編むごとにキュッキュッと中に入れてつまんでるよね。そうですね。でここをちゃんと保持してあげる。でもう一つのコツが、これを左側にも右側に、僕今右手、左手で編んでるんですけど、うん、こういうくの字状ですね、にしてあげると、これが勝手にこっち側に進んでくれます。僕は結構角度つけるんですね、もっとそうすると勝手にこういうふうに進んでくれます。はい、こういう感じですね、うん、通して通すと、この状態から引っ張るとこういう感じ。おで、そうですね、大体僕は、この状態ですと実はもう下から締まってってんですよ。テンションかかってるんで、ほぼもうだいぶ色変わってますよね。うん。で、ここの部分が最低でも1センチぐらいは編み込みます、僕は。はい。これは実はメリットがありまして、指で編むと1センチぐらい、特に細いピンになってこんなに巻き込むと絶対こっち側って締まらないんですよ。それがこの状態ですと、この状、この、ま、編み込み方ですと結構幅をきれいに取れて巻き込めます。編み込めますね。はい。でこれをある程度こう編み込みましたら、ここをリールフットから外します。で外す時に手間がかかる時は、ここの編み込みの片っぽ切っちゃえばいいです。そうするとこうやって外れます。これが編み込みが終わっている状態です。
で、この状態でここに一度ハーフヒッチをしてしまいます。こういう状態ですね。これで仮止めになりました、はい、で、これを締めていきます。ライトラインですと意外と手で締める人多いんですけど、そこで、コツがあります。というか気をつけなきゃいけないところがあります。よく手でやる方、こういうふうにしてしまいます。うん、ここクロスしてます。はい、これ強度劣化の証拠です。ああ、ちょっとなるほどね。こういうふうにやってしまうと、要はここがクロスしますよ。で、締めるときにずれます、うん、ずれると摩擦熱発生します。絶対強度が下がります、うんうん、なので、できるだけ手でやる場合でもこういうふうに螺旋状にしてクロスしないように、しないようにできれば、こういうような締め具ですね。これはまあ、オフショア用の太いタイプで、これは細糸用のタイプだったりしますけど、こういうようなもので、まあ、これちょっと太いんでちょっと巻きつけてしまって、こういう感じですね。で、必ずこれもクロスしないように、こういうふうに。そこ重要だね。で、当然リーダー側もクロスしないようにして締め込んでいきます。これがあとは、まあちょっとでやると色が変わりますね。こういうふうに。ここまで締まりきったら、FG はほぼ完了です。で、締めた段階で実はこれも本当、できれば先ほどのもの、ノットは全部一緒で保持して30秒ぐらいこれもしてあげます。そうすると、実はまだ閉まるんですよね。時間かけると、ゆっくり人間の手では感じられないけど、実は閉まってって、30秒保持してる間に、ゆっくり本格的に閉まっていってんだよね。そこがだから重要ってことです。そうです。特に FG の場合。そうですね。うん、最後の本締めの、ラストの30秒保持っていうのは、本当にそこすごく重要だと僕も思うんです。ギュッと締めて終わる人多いからね。そうですね。で、あとはここを、ハーフヒッチしていきます。ちょっとこの状態で1回で、よくその交互にやる方いらっしゃると思います、うん、この方向性を、はいはいはい、僕は基本的には同じ方向に4回ぐらいやるたら反対方向で1回みたいな感じです。こういう感じで、これね、僕ね、そのエンドノットをさ、ええ、7、8回多い人は十何回編んだりするじゃない、ええ、で僕も最初やってたの、ええ、で交互に上からと下から上から下からというふうに編んでいったやつと、はい、上から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 の要するに内掛けを、ええ10回やったものと交互に10回やったものを、ルーペで見てみたら、はい、交互の方が明らかに太くなってるんですよ。同じ方向に螺旋になるんですよ、結び目が螺旋になっちゃう、だから太くなっちゃうよね。だから僕はもう後半ずいぶん前から内掛けは同じ方向にしかやらない。同じ方向ですと一つだけ、デメリットがあって、うん、緩んだ時に一気にほつれるんですよ。なので5回に1回逆方向入れるんです。5回に1回、大体5回に1回ぐらい入れとくと、そうするとそこで止まってくれるんですよ、万が一緩んでても。なるほど。なのでほどきにくいという、ほどきにくいんで、うん、その方がいいと思います。なかなかいいお話です、はい、で、まあ大体ここ本締めしてから5回ぐらいやりますよね、うん、で、リーダー切ります。本線にまたハーフヒッチしていきます。これが本来の FG です、うん、ところが僕はロックフィッシュ、まあ、北海道でロックフィッシュ、東北とかでロックフィッシュやりますけど、うん、ロックフィッシュの場合はここやりません。はい、その前に根掛かりしたりしてリーダー傷つきます、うんうんうん、でノットも結び替えなきゃいけなくなるんで、僕はあとはここをエンドノットして終了します。
エンドノットは、先ほどのユニノットみたいな感じで3回通しますね。で、この状態でやるとたまに失敗します。もうほら団子になりますね、こうやって、うん、これで結び切らない時があるんですよ。じゃあどうするかっていうとですね、1、2、3とやったら、このまんまこれをここに持ってきてるやつをこっち側に戻しきってしまう。より戻してですね、はい、そうするときちっと目が詰まって、そうです、緩まない編み方がエンドロットね。これであとはもうちょっと見てやる。はい、この状態で、僕の場合は FG を終了してしまいます。はいはい、ありがとうございます。本当はね、もっともっと聞きたいんだけど時間がね、ないんですよ。あとね、ここ15分しか残ってないので、今回はの、伊藤クルーのノット教室第1回目ってことで軽くこの辺で終了したいと思います、うん、また来た時にね、もっともっとね、いろんなことがあるはず、まあ知ってるんだけど僕は聞いて、まあ次回はまたね、そうですね、もう少しこうシビアなノットの話を、うん、ということで今日はとりあえずありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お疲れ様でした。